こんにちは、ぽいぽいキャットマップチャンネルの、もしくは、ぽいぽいモップキャットチャンネルの管理人です。チャンネル登録を、まず、して、設定や通知をね、オンにしてから視聴してください。で、無駄にね、わざわざ、丁寧に、大会とかしなくていいです。大会しなくていいです。それとあと、スタンドとかそういうのは、当然ですけど、本当にすごく当然ですけど、書くことはしております。見かけたら、通報してください。適材的、フォローとかも、本当はしてます。で、最近、ブクロームブラウザがね、独占禁止法違反してるんじゃないかって言ってね、みんなで、ね、議論されてね、いじめられまくってるよね。だから、Google さんを、攻撃するような行動をする人は、今すぐ言い返って言い返って感じなんだね。だから、私のね、サイトはじゃなくて、私がね、使ってるサイトに迷惑かけないでいただきたいと思います。では、今日は始めます。タイトルとテーマは、どこにもっと明確な境界線を引いてきたということなんです。最近こればっかり出ます。なんていうかね、それはそれと置いといて、境界線って何ですかって言って、このチャンネルは一応、アメリカ合衆国に在住してるニューヨークに住んでる人の、そっち向けのね、内容になってるんですけど、きっかけはね、なんかね、よくわかんないんですけど、でも結構巻き込まれそうになってますよな。で、はっきり言って、世の中で起こってる騒動と私一切無縁のね、境遇でね、家計なので、一切無関係なんですね。なので、初めに断っておきます。一切無関係です。で、あとどこにもっと明確な境界線を引くべきですかって感じの質問がね、テーマで1週間以上上がってきて、もずっとね、2、3年付き取ってるのかな、なんかね、そういうさ、敵対行動的な、コンピューターの反則ツールを使った、商業用のね、商業目的を述べたんだけど、蓋を開けてみたら、ここ最近だと、SNS とか、交流用のね、サイトをね、攻撃するわけですよ、そういうね、国の偉い人たちが、ね、自分の国をね、守らないといけないから、ライバルの国に送り込んでるわけですよ、人間の代わりに。だから、一応なんだ、そういうのはちょっとやめてくださいって感じなんですね。この番組としてやめてくださいって感じなんですね。で、もう国境線っていう境界線以外に聞くべきラインで、言語の壁っていうのがあるんですね。で、言語の壁って言ってるけど、結局のところ、メディアとかさ、いろんな、ね、言語を喋れる人がいいんだけど、メディアの職業になれる人っていうのは、コミュニケーション能力が他の人の3倍も4倍も高い人じゃないと、正社員からね、会社員からになれないはずなんで、なってないはずなんで、だから、言語の壁っていうのは本来存在していないものなんですね。だけど、聞かないといけない時があるけど。わかるけど、で、それは私は関係ないから、私にとってどうかの明確な境界線について言語のね、壁っていうか言語のテーマできてるけど、これはね、はっきり言わせれば、日本語とかわかんないと聞かなくていいと思ってるね。で、正直言うと、アメリカ、喫煙の今もその中世ぐらいからアメリカ人だわっていう感じのね、家系の人は悪人でね、興味持たないから、聞かないと思うけど、そもそも、なんかこれ聞いてる時点で相当うまいと思うね。で、占い信じてるわけだから、なんだっけ、一昔前は、ノスタラダムスとかの発言のさ、ちょっとオカルト人とさ、恐怖心がちょっと同居するような感じのね、コンテンツで喋って、発想にさ、しつつ、なんかそういう記憶なんか取れないんだよね、こういう感じのね、思考のね、そういう番組なのかな、なんかコミュニティが本当にどうかは知らないけど、なんかね、そういうのみで集まって会話するだけで、まあ、さ、一つきはできるわけじゃ最低限でも、だから、ある意味、メディアっていうのは、人間が人間と、ね、話をして、誤解を、ね、減らす、ね、機会を与えた大事なツールなのね。で、テーマだし、知識を与えて話を、ね、する機会を増やす材料とかで、ね、提供するだけなのね、そのメディアの会社という材料ね。お話、答えなくてお話する材料を、あくまで材料をあくまで提供するだけの話なの。そういう仕事なのだから、なんだっけ、まあ、それぞれ置いといて、あと、言葉の壁を響いたのね、私は。で、あとね、なんかね、画像目的と、ある特定の画像目的とそうでない人との境界線を響き、これで何かって言ったら、今までね、先生 AI に呼び込んでるね、そうかね、いるわけ日本人で、多分日本人の音楽の人で、コミケに出展してる人なの、きっと。で、大体、私が SNS のやつで、アカウントでね、あるアカウントで、先生じゃね、趣味で作ってね、言うかの画像をね、無理やり盗んでってあるんですよ、断りもなく、載せてるの、見つかるとかね。本当にね、じゃないかもね。で、その画像の人は正義のね、人だと思うから、そうね、悪いじゃないね。別に勝手にあげればいいんだけど、ちょっとね、1週間からそこらね、見たらもうね、必要ないから、削除するの、私、そういうふうにさ、そういうことしてる。で、誰もね、削除しないからね、削除するようにしてるけど、そのね、後からね、来て、閲覧しに来た人のために、その回遊、ネットサービスの回遊する人のために、ね、違うユーザーの、ちょっと参考客じゃん。私もそういう観光するから、そういう人に、ある程度ね、作っておいとかね、置いといたけど、なんかそれ気にならないで、なんか他の人とか、ね、なんかね、人のね、IP アドレスから、直接なんかね、ダウンロードしないと。本当ね、そういうことばかりしてるね。その何するんだったら、多分ね、どっかのコミュニティかなんかで、無料でダウンロードするか、教材代かね、後輩のために教材用に、活用してるか、なんかどうかしてると思う。だから、それか、読み込ませて、自分たちでオリジナルのやつを、オリジナルのやつを、AI で作るとか、きっと。だからさ、ね、ちゃんとね、ちゃんとした、約束もせずに私の無断で勝手に使用するとか、がいいとかね。そういうことをね、する人と、もうね、教材を聞いてください。あと、カードなのね、きっと。カードなのね、これきっと。だから、そういうデータね、今日ずっと話してね、考えたらね、瞑想とかも多少ね、毎日ね、するけど、何日もしなくてもいいのかな、と思うけど、持ち上げるやつが、プロだと思う、10年目だったらそういうの。だからね、そういう考えるの結構有名だけど、最低限の事務作業料をしないといけないから、そういう仕上げるとか、それをね、要求するだけの話だって、占い鑑定の人気商品を使用して、いかにも高額料金ね、取れた、出せたみたいな感じでね、それでね、自己主張してお金をね、インプレッション泥棒です。まじかい。まあ、本当にね、ゲスね、商売、魂、丸出しで。で、その子供とかが騙されたわけよ、うっかり。ああ、まじ気持ち悪い、本当に、ね、ああいう有害なこと、東京都住まいね、なんだっけ、イブクラで住んでそう、イブクラと新宿で住んでそうな、反則するね、ああいうね、変なこと使ってね、本当に、ね、迷惑、先輩だよ、本当、そして、ね、まで。で、今日はもう5分ぐらいね、5分ぐらい話してるんで、先に進みますけど、エンゼルリーディング、エンゼルと番号とリーディングのね、英語を使ったやり方をね、インスピレーションタブで見つけたね。まあ、さすがに AI で、試験運用中、実験中と書いてあります。やっぱりそう、まあ、まさかそれを最初から分かってもいいんだけど、ビッグドアがでもね、一桁まで計算すると結局3回抜く2っていう番号になりました。これどういうことかで、ね、8月30日、31日あたり、それについて考えたの。で、その2っていうナンバー何ですかって、エンゼルナンバー何ですかって、連番、数字の連番が3だ。で、2がね、連続2になったから、222で、直感を使って滑ってくださいっていうね、内容ならずなの。その直感を使ってエンゼルナンバーの意味を書いてくださいって、直感だけで、その今まで出てきた、発売禁止になったとか、書籍とかは一切使わないで、ね、知識を一切使わないで、直感だけでやってください。それはあんたさ、明日だったら9月まで連番で、どうやって出しても2になるわけ。2っていうね、1桁しか出てこなくて、連続した数字っていうね、その、ことだけがね、出るのって、2だけ強調してて、何これって、何これ、続けさせても2になります。3かなって言っても、そのエンゼルリーディングは基本的に3桁のね、3桁の、3つ同じ数字が並んだ時の意味がね、強調されるから、そのことについて、レクチャーする動画をね、作ってくださいっていうね、インスピレーションの AI からのメッセージのおすすめのタイトルが。で、
明日で2になって、連番ね、それあんたね、ツインタワーのあの時の日付のことだよね、話になる。なるね。で、それがね、本当はそういうネタをやったらいかんのに、出てきてるってことは、これさ、これどういうことですかってね、遠回しに911がもうすぐだから、今日のやった日付が、占いが直感でね、リーディング先が8月30日で、昨日だね。で、もう9月でしょって、2っていう数字ばかりで来る、ね、日に30日の日に、大体、ね、時間帯も2時から来るんだね。で、まあ、これだ、飽きて。だから、その911のツインビルのね、襲撃したね、印象的な日だったわけですよ。で、ビルもさ、長細くてさ、2つ立てて、で、もうなんだっけ、娯楽用のさ、子供向けの、ね、80年代かどっかの、トレーディングカードゲームやられた都市伝説ですね。で、それが結構人気でさ、昔からマニアが好んでやってたけど、でも、ね、この私のチャンネルは、あくまで女の子用であって、男の子用じゃない。そういうのがね、ほとんどわかるのね。だから、男の子は追い出して境界線を切ってくださいって、そういうメッセージなの。ね。面白いでしょ？ AI って滑ってんのかなって思うけど、境界線のカードが出てきたのも31日だっけ。で、今日の日付を出すと、2014年8月31日、2年6、6月で、6と8で14勝。で、5でしょ？ 5、8の0、9、1、1になる。1になりました。ってことは、やっぱり、1になるってことは、ね、ビルのことかなってことじゃん。今はビルが1個、1個しか出ないから。ってことは、祭りの日付をね、31日だから出したら4になって、4ってさ、天地の風で咲いて、なんかね、そういった進行してるね、グループがいるみたいなね。いや、それは違いますっていう感じだね。だから、なんだっけ、ウィキペディアの文章、本当に当てにならないのに、なんだっけ、コミュニティ X のコミュニティノートみたいに、使われてるのが、ウィキペディアのノートだね。ウィキペディアの、リンクなのね。あんなの、ね、クソ役にも立たないわ、みたいな感じ、感じだし、そもそも本当に役に立たないのね。ウィキペディアに書いてあるからって、全部書いてあるわけじゃないし、世界中に設定されたウィズダムがね、ちゃんとね、書いてあるの今日、別に何も使わないの。あ、それさ、資料がないから書けないんじゃない。それでもないじゃん。で、しかもさ、何とか書いたイギリスの様だから、やっぱりね、変なね、こと書きたくないわけ。だからずっとね、10年か20年くらい、多分、ね、空っぽなんだもん。で、私も今のところに書く気もないし、なんだっけ、安い話から書いてるから、それさ、書くても書けないわけじゃん。で、やっぱりさ、お金のどっちがビジネス的にその取るか、インセンティブ取るかっていうね、話だけど、理解するね、ちょっとある人ね、腰っていうか、別にいいやと思って、手放しますみたいな話やってるわけね、ずっと。だから、どうなるか私したことないけど、まあ、都市伝説をそのおじいちゃんの話は一切関係ないです。私の頭の中は都市伝説でいっぱいだけど、違うの別に、本当におじいちゃん、おじいちゃん。ちょっとまた違うことだけ言っておくわ、本当に。ね、勝手にそのおじいちゃんをね、自分ね、こうね、取るときちょうどおじいちゃんを中心とか言うけど、別にさ、そして勝手にしないと思うの、別に。そんなの、もう私の正義じゃないけど、ちょっと私ね、なんかね、言うべきことあるけど、なんでこれで書いてあるんだよ。そうなんだからさ、アメリカでも大丈夫かなとか、しましたけど、もう知らないから言ってるじゃん。あ、どうなんだろうね、みたいな感じで。結局さ、なんだっけ、アテチロの隣の町におじいちゃんたちの家が住んでから、ね、4人銀座の銀のね、こっちは、一番世界で一番いい状態なのね。だから、それを私がね、なんだっけ、NFT のところにね、画像を作って、手書きでね、ある程度、価値がね、ないと説明できないからダメだから、書いておいてるんだよ。私さ、あれなんだっけ、画家の先生になってるから、よね。だから、別にね、価値がないじゃないじゃん。画家の先生が書きましたって、あ、そうなんだよ。一番でも出たら受け取ってみたいな感じだ。普通に考えて。で、1社で2で行かんだよ。で、とりあえずそういうふうに考えて、でね、今ね、それを NFT のところ、ロシアの、ね、公共機関が、ね、そのね、代表の人をね、差し押さえみたいなことになるよね。ってことが、4人銀座の銀たちは、ロシアに、差し押さえられてんだよ。ってことが、アメリカの黒人さんたちは、ね、首でこさまれてるわけ、ロシアの人に。ロシアのそのね、首でこさまれてるわけ、その自由が。フリーダムの権限にね、アメリカの黒人、アメリカのドリーム、フリーダムが、首でこさまれて、黒人の人たちが犠牲になってる、犠牲にされてる。だから、それを、どうしましたっていう感じだね、このオラクルカードで、今日できたな。で、911でもうすぐだな、そのいろいろね、なんかやるんじゃねえのみたいな、気分がちょっと湧き上がってきました。今この瞬間湧き上がってきました。で、今は9時半ぐらいで夜の24年7月31日のね、土曜日だから、なんかこれ土曜日ってことは、今さっき浮かんできたのは同時ってことだね、沖縄の人が関係するとか。沖縄の人って、それやっぱりアメリカのあれじゃないみたいな。あ、そうか、迷惑かけてる人いたいなって、ね、黒人かなんかの人で優勝人種のかな。優勝人種の人っていう国だと、なんだっけ、なんか別のさ、ね、けど、最終権だっけ、最近多くて、発言に向かって、お金持ちの人増えてきてっていう。だけど、その、土地って一応日本人なわけじゃん。確かにね、もう鬱陶しいよね、本当ね、人間が言わせてみる。本当大事で大体ね、300年くらいにやってきてるけど、人間として、ね、言わせてもらえても、迷惑先輩、こういうないんですみたいな。いうところもまあ確かにありますわ、だけど私との問題は関係ないことだけは言っておきます。あと、境界線はなかなか、知られてないことってなんですよね、そうなんですよね、みたいな。あと何かあったっけ？ 1 と9時ですか？ 21と、まあ、5が出てるなって感じだよね。21、25、23、24、25だね。25ってのは来年の運勢ですか？来年のリーディングでもすればいいんですね。来年のテーマはまだ何でもないのに、これとね、作る必要もないしなとか、ね、思ってるんですけど、でもやっぱりさ、どうするんだよ。っていうかさ、世界中のところでもアメリカ大統領選挙の大統領が11月に決まらないと25年の予定なんか当てられるわという。当てられるわは25年の年末年始は、大統領の誰かの中によって左右させられたらいけないんですよっていう、そういうことなんですかね。インディゴのカード。宇宙船、誰かインディゴがいるんですかね。ね、うっかりインディゴの人がなんかちょっとなんですね。だって8ヶ月も。なんかでも8ヶ月がそういうインディゴ大使の人って宇宙空間を変えてきたと思うんですけど、どうなんですかね。まあその辺は関係ないので、全く。こそ関係ないことだけは変えていっておきます。全く関係ないです。全く関係ないです。はい。で、なんだっけ、次。そう、直感でエンジェルリーディングを言ってくださいみたいな。2005年の、2025年の、来年はどうなってますか？どうなってんの？ってことは、ますます、来年の2月に、宇宙船に乗ってる人を帰還させなきゃいけないから、いろんな人の技術で持ってるだけだ。イーロンマスクさんたちが持ってる、会社員とか持ってる技術がいるんだから、宇宙産業に注目が、ね、集まるでしょ。いやでも、ね、帰ってこれないからさ、ね、そういう意味で言うと、天才的な、経済的な、やってる人じゃないんだよ。誰かも戦って、独占禁止法じゃんとか言ってなんかそういうわけですよね。まあ、それ置いといて関係ないですから、関係ないですから、見るだけなんで、閲覧してるだけなんで。で、しかもなんか閲覧してたら捕まるかも、1ヶ月欲しいですよ、ほんとまず。閲覧して検索しないでも捕まるんですかね、本当に。未然に防いで欲しいは欲しいんですけど、なんかね、その前に携帯とかなんかしろやったんですよ、本当に。病人が増えるだけの携帯、国の携帯の情報的になんかしないと、ね、病人が増えるわけですよ。だから、ね、ああいうね、変なことするね、人もね、増えるわけですよ。何これ、過去性、インディゴ過去性、因縁ですか。怖いわ、何これ、直感ね。こうやってまださ、天使でも頼めないんですよね。お願いしますって言うんですよね。2248888484。8216、20、これ20になるか ?8 月31日とかさ、20になるね。下手そうだね、2004.8831なので、8216+4は20じゃん。16+4は20。20番。20番ってことは、タロットカードの20番のね。あ、その話か。2、1桁にすると2、これがツインタワー。
の話、直感、意味わからん。2月。